はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。小学生の生活、テレビとの距離感、これテーマリクエストですね。それでは西荻フレンドリースクール講師の河野慎介先生、よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。これは小学生の、生活におけるそのテレビとの距離感というテーマに、タイトルにしてみたんですけど、キキキキさんという方からこのようなコメントいただきました。ありがとうございます。ちょっと紹介させてもらっちゃいますね。はい、で、今日の内容としては生活面の指導になるので、フレンドリーというのはあれですよね、きっと児童養護施設の話とかも含めて、そちらの経験もちょっと聞かせていただければと思います。さあ、じゃあ読みますね。はいはい、はい、こんにちは。2年前にこちらのチャンネルに助けていただき、小学校受験を乗り越えることができました。よかったです、おかげさまで現在楽しく学校に通っています。小学校に上がってから宿題が終わり、夕飯が終わったり、休日朝起きてすぐのタイミングなど手間が空くと、すぐにテレビ見ていいと言われます。親としてはテレビ以外のこともしてほしいのですが、テレビがいいと言って聞きません。小学校から疲れて帰ってくるからというのも理由かと思います。受験期にはテレビは NG と教えていただきましたが、小学生になってからはテレビ時間をどう考えれば良いでしょうか。これから夏休みが始まるため、テレビについて毎日言い争いになると思うと、正直テレビを捨てたいくらいです、時間を決めて見せる分には問題ないのか、見る番組を決めれば良いのか、テレビ以外の楽しみを見つける方法や、テレビを見る時の約束の仕方など教えてくれていただければと思います。よろしくお願いいたします、はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます。なるほ ど、テレビ問題 ね、これ多分キキキさんにはこのテレビ見ていいって聞かれること自体がもうストレスになり始めてるような感じしますね、この文面見る、そうだね、テレビを捨てたいぐらいですということですからね。そうね。どう、松浦家はテレビは。そうですね、NHK しか見ないか。そうなんですよ。僕は、そう、一日中なぜか NHK がついてる家だったので、子供の時ね。その名残で、今でもそんな感じになりつつあって、なかなか CM 見ると、おぉ、これが CM というものかみたいな感じがあるんですけど、ね。ちょっと変わってるんで、これね、あんまり当てにならないんだけど、ただ僕の本もちょっと変わってるのかな。はいはいはい、僕の、例えば、子供の時なんだけど、我が家はテレビが、BGM として、朝からずっとついてる家庭だった。本当にずっと流れてたってね。ずっとついてる。だから、ね、テレビを消すと、なんか寝る時間っぽくなっちゃって。なんかシーンとするというか。帰ってきて別に見る番組何にもないんだけど、僕はすぐテレビをつけてて。もう音ですね。音、逆にテレビがついてないと、なんか、静かすぎて気持ち悪いみたいな。なるほどね。うちのおじいちゃんがそうだったんだけど、はい、うちのおじいちゃんがテレビがとにかく好きで、常にうちのおじいちゃんが座ってる専用席があって、はい、そこからなんかテレビを見てる。だいたいニュースを見てたりとかするんだけど、見たい番組があったりとかした時は、ちょっと見ていいっつって、僕は横でいいよって言われて、見て終わったらまたそのままどっか行くみたいな。うちのおじいちゃんはずっと見てるから。なるほど。そう、だからね、テレビを見ていいという聞いたことはないし、チャンネル変えていいだったらあるけど。常についてたからね。常についてる。そう、だから気になるものがあったら見てるし、どうでもよくなったらそのままどっか行っちゃうし、テレビつきながら別なことしてるし。だから、なんだ、本当に勉強してもついてたもん、後ろで。なるほど、ね。そう、リビングで。だから本当 BGM としてあったから気にもなんなかったんだけど、ただそれはまた別の話になって。ね、で、これ、例えばだけど、ゲームだったりとか、他のことにも言い換えて考えればいいかもしれませんね。そうだね。ちょっと依存度が高いというと、あれかもしれませんけど、依存としたっけ。そうだね。ゲームに、例えばちょっと話が変わって、はい、ゲームに関してだと、施設でもいろいろ考え方あるし、養護施設でもね、部屋によって全然ルール違ったりする。その子に合わせてやってるんだけど、ゲームはとりあえず、食前に1時間、食後寝るまでの間に1時間っていうタイマーを、その子専用タイマーを渡して、で、なったら、セーブとか、霧のいいとこまでの、猶予。そう。それすごく嬉しい。ロスタイムということで、プラス5分ぐらいは許そうと、見てやってあげたりはしてる感じでゲームやって、その代わりテレビの規制はない。あ、ね、やることを、でも、ね、この文面から見ると、やることはやってるんだよね。そうやることやってたら、やることやってないで見てるのはさすがになしなんだけど、やることやってれば、別にテレビはいいよって。ただ、ほどほどにねとか、僕が見て、ちょっと休憩なっていうタイミングの時は言うからって。俺たち15分とか20分とか休憩しなさいって。で、言うぐらいかな。特に
ね、だって映画とか見始めちゃったら2時間ぐらいすぐだし、そうですね、うん、そう、あと、うん、なんだろうな、チャンネル流し見でやってて面白そうなの見つけたら、うんうん、子供たち全員集まって見てたりとかね、うん、してるけど、なんだろうな、規制は別に、すごいテレビ好きな子もいるんだけどね、規制は特にしてないというのが、その代わりゲームを規制してるからね、ゲームを規制してるからテレビは別にいいよとはいう話はしてるんだけど、うん、僕が個人的に思うのは、そのやることをちゃんとやってて、すべて終わらせてて、だったら別に好きなことしててもいいんじゃないかなと。ただあまりにも長く見てたら、ちょっとさすがに目に良くないから休憩ねっていう言ったりとか、なんかここまでとかいう規制はあんまり僕はしなくてもいいかなと、かといってテレビをずっと見続けてるかっていうと、やっぱ子供だから興味あるものがあったらまた別なことしだすし、そうね、うん、何かしらきっと生まれてくるかなと思うんですけどね、うん、ただまあ心配なんでしょうねきっと、うんうん、まあそれはすごく気持ちはねすごくわかるけど、いうことでこう多分イライラしちゃったりするんだったら、まあ、その子は多分それが好きだから、別に休憩を私だ自分が行った時に休憩入れて、僕の場合そうしてるから、ちょっと長すぎじゃないさすがにって、さっきから見てるからちょっと休憩ねって、その番組何時に終わるのって聞いて、何時までやってるっていうから、じゃあそれ終わったらまあ食事までの前までは休憩しようかっていうぐらいで、気づいた時に言った時に言うことを聞いてくれればいいかなと思って、だからこれ例えばそのなんだろう、宿題やる前だったりとかね、夕食に影響するって感じだとちょっと問題かなと思ったんですけど、そうやってる、ちゃんとやってるんだよ夕食もちゃんと食べてね、やることも全部終わってて、でしかもちゃんとテレビ見ていいって許可まで求めてくるっていうのをちゃんと ね許可求めず勝手に見るやつもいるからね、他の子に見るかどうか聞いたとか、他の人見たい番組あったりするんじゃないのって必ず言えと僕は言ってんのに、勝手に見始めて他の子が怒り出したりとかするのよあるからちゃんと許可を取ってくるのはね、逆に偉いなと思ってるから、だからね、だからね僕なんかだとちょっと違うこうネタをたまにさりげなく振ってあげたりするときもあるのね、気を他のとこに持ってたり、そう、トランプやんないとか、本当になんか、ね、結構ね子供もねテレビ見ててね惰性で見て飽きてる時があるから、やめ時失っちゃったな、そう惰性で見てね、子供ってよく分かんないんだけどね、これを俺から見たらすごい面白いのになと思ったらどっか行っちゃうし、あいいんだみたいな、ないそうだからなんかね他のネタをこっちが振ってあげると案外ね乗ってきたりするんだけどね、じゃなかったら、なんだろうな、そんなに言わなくても僕はいいんじゃないかなとか思っちゃうけど、でもやっぱ、まあ、気になっちゃうなったらね、そうね、だとしたらそうだな、どうすればいいんだろうな、テレビだとなんとなくゲームだったらこうね規制するのがこう何時間とかね、渡したりとかってやりやすいけど、テレビがねそうはいかないからね、レコーディングだいたときにちょっと見た時間書くとかは一瞬思ったけど、ちょっと気持ち悪いなと思っちゃいました。そうね、そこまでやるのね。そう。いや、僕はだからそのテレビはね、あれだったけど、ゲームは結構ね、やりすぎだったと自覚してる。俺もやってた、すごいやってたし。小学校の時はね、世代はバレちゃうけど、スーパーファミコンとプレイステーションをね、本当にもう、宿題若干そっちのけな時もあったと思うんだけど、ずっとやってて、ただうちはねそこまで厳しく言われなかったから、で自分でちゃんと管理しようと思ってタイマーね用意して、あ偉いね、そう、僕そんなことしなかった、1時間ってやるんだけど、いいとこになるとピッて止めてリセットしてまた1時間にしたりとかしてました、ね、なるほどね、結局そんなもんなんだよ、そう、僕も隠れてやったりとかね、家族全員寝た後に、ね、やりますよね、起きてやったりとかねしてたけど、まあでも何だろう、別にだからといって今死ぬほどゲームやってる方そんなこともないしね、何だろう、別に正直言えばそんなに規制しなくても、子供って基本的に飽きるから、意外とそのゲームとかスマホとかみんなの話聞いてると、規制が強い子って後の反動が強いって聞きます、それはねめっちゃやっちゃうみたいな、ある規制された子ほどね反動で余計見るっていうけど、
僕なんかテレビ規制ゼロだったけど、もうテレビ一切見ないもんね。車の中で流すとき以外、うん、わざわざテレビ電源つけてまで見ないから、うん、一回心置けなくもう何も言わずに見せちゃうとかね、うん、なんかもうやることをやってるんだったら、うん、別に、うん、一回ちょっと何も言わないで置いてみたら、うんうん、果たしてどんだけ見てんだろうっていう、ちょっと見てみてもいいかもしれない、うん、そういうふうな、でもそんぐらいのね気持ちでね、うん、向き合わないと、うん、結局のところねこっちも疲れちゃうから、そう、ね、うん、管理管理管理ってずっとやっとくと、うんうん、そうだからある程度自分の采配に任せられるようにできた方がいいし、その子自身も、うん、例えば何時間自分は見てるんだろうっていうのも、うんうん、まあ、例えば見終わった時に言ってあげたりとか ね、うんうん、結構見てたよって 3、4時間、うん、3時間ぐらい見たんじゃないっつって、うんうん、だからもうちょっと休憩時間入れようかとか、うんうん、なんかね本当に何度も言うけど僕は省エネが好きなんで、うんうん、だからなんかやってる時は僕結構観察して見ちゃう時もあるから、うん、果たしていつまでこれやるんだろうみたいなね、うんうん、そう、まあ一緒にそこでいながらね、うん、見ていたりとかね、だからそうやってでなんか一緒に見てたりとかね、うん、そういうのももしかしたらありかもしれない、そう、ね、テレビ一緒に何かを一緒に行動して、うん、じゃあ私もやめるから一緒にやめようと、僕もやめるから一緒にやめようっていうのは結構子供聞くの、ね、うん、なるほどね、一緒にやってみようって、ね、一回ね、うんうん、ずっとやると疲れちゃうからな、ね、テレビずっと見続けてるのはうんうん、うんうん、ただまあこれぐらいのタイミングでやめるのが一番ね、うんうん、目にはいいと思うよとかね、うん、なんかそうね、目にはいいとか別の理由ちょっと思ってたりとか、そう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 、ね、うん、だからうん、僕はその子供たちに言ってるのは、うん、あんまり見続けると頭痛くなるから、うんうん、実際そうだし、うんうん、中学の時テレビとかゲームしすぎて頭痛くなる、なるよね、そう頭痛くなるし目も本当悪くなるからそれこそやめたいのにやめられないみたいになってくるとだんだんだからそういう理由付けで僕は結構子供に伝えてるかな、はい、うん、そう、テレビ見すぎだからやめろだと、うん、じゃあなんでみたいな感じになるから、なるほどね、うん、一応ね必ず規制するには理由を言う、うん、そうね体に良くないぞと、なんかいろんなだからね、分かんないんだよね、いろんな手を使ってやってみないと本当その子にどうやったら伝わるかっていうのが分からないし、だからある程度、うん、好きにさせてみて、じゃあどんぐらい、うん、やんのかなみたいな、そう、僕がそうだね、規制する、何を規制した時は、なんか僕やった時あるのは、施設の中学生のゲームかなんかかな、はい、なんかね、うん、やったことあるのはその、まあ、これなんか毎回10時かなんかに回収とかしたんだけど、はい、もう渡しっぱなしにしとくから、だけど自分の考え、自分で考えてもうやばいなと思った時にやめれるように頑張ってやってみてって、うんうんうん、で自分で、あ、自分を止められないなと思ったらもう預けに来てって、うんうん、って言ったらね結構セルフコントロールしてた、まあ、こんなもんかなって思う、正直ね、いや、めんどくさかった、うん、もう、ね、いちいち預かんのが、だから、う、ね、うん、采配に任せてその子が自分でできんならそれでいいやと思って、うんうん、もう細かいルールを言うとその細かいルールになんか縛られて疲れんなと思ったから、うんうん、お互い、だから自分で考えて自分でやりすぎだと思ったらやめろと、うんうん、で別に夜中まで監視とかしないからさって、うんうん、ただ電気ついてるかついてないか見に来るよって、そう、ね、そんぐらいはするけど、うん、ただ朝起きれないとか、うん、そういうことも、ね、夜更かしでやったりなるじゃんって、うん、それはこっち分かるから、うん、だからちょっと自分でセルフコントロールして自分でやってみって、うんうん、でどうしても自分で止められないと思ったら預けに来いって、うん、言ったらちゃんとできた、なるほど、ね、面白かったこれね、うんうん、そうか、じゃあやっぱり一回任せてみるっていうのも、そういうのもね、うん、自己管理というかね、そうそうそう、年齢にもよるかもしれませんけど、うん、でもね、うん、何歳でも結構ねこれはねできないことはない、うん、なるほど、自分で考えてやってごらんって、やりすぎだと私は思うし、自分、僕は思うんだけど、うんうんうん、思う時があるって、うんうん、だからちょっとやばいなと思ったらやめてみるとか、でもなんか他の子にも僕このやり方結構やるんだけどね、うんうん、子供が自分で報告しに来たりするのね、ね、見て今やめたとか、あ、そう、ね、偉いねってじゃあ大体どんぐらいやってたのとか、なんかね、そうそうそう、報告しに来たりね、だからもう自分で報告しに来てっていう時もあるのか、うんうん、やめたら言いに来てとかね、そういう風に言う時もあるし、だからね、行って疲れるんならちょっと大まかな指示を与えて任せてみるとかね、そうね、うん、で任せた結果やりすぎだから、じゃあやっぱこっちが決めたいんだけどね、うんうん、決めていいよねって、そう、もちろんそういうパターンもあるからね、そうね、うん、
まあ、あとは、ごめんなさい、もうちょっと長くなってきたらそろそろかなと思いつつ、これがテレビじゃなくて仮に YouTube とかだったらまた少し違ってくるかなとちょっと思っちゃいました。あの、コンテンツの内容がキッズとかじゃない限り何見てるかわからない怖さがちょっとあるなと思って、あの、要は、あのフィルタリングないじゃないですか。小学生でもキッズでしょ。あ、まあもちろんね。うん。だからそのあたりとかもね、あるとまた若干変わってくるかなって気もするという、ね。そうね。YouTube なんかだともう本当に、あの時間を決める、うんうん、これ無限に見てられるもんだから、うん、本当時間決めないと大人でも無限に見るから、うん、とりあえず決めるよって、そう、ね、うん、そうだから、うん、そうそう、結構ね、だテレビもそうだかもしれないけど、ゲームとか YouTube とか無限にできるものは結構、ちょっとね、どっかで、そう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 、あの終わりを作ってあげる。うん、方がいいところもあるかもしれない。テレビはさ、正直つまんない番組とかあったら、うんうん、飽きてくるから、うんうん、だけど YouTube って自分でとかゲームは自分の好きなものを延々と選んで見てられちゃうから、うん、本当に終わんないから、うん、そうそうそう、そう、そういう理由で子供たちには言ってるけどね、うん、楽しいものはずっと続いちゃうから、うん、だから、うん、ちょっと決めるよって、はい、うん、そう、これどうでしょうかね、参考になりましたでしょうか。難しいからね、難しいね、これはね、あのね、何事も試行錯誤だから、うん、あの押して押して押してダメなら一回引いてみるのもね、本当にあり、うん、引いてみたことで見つかる気づきもある、だから引いた時の方が気づきはいっぱいある、ね、うんうん、もう堅くなにこっちも何とかしようじゃなくて、もう、もういいや、もうちょっと好きにしてってやった時に得る気づきの方が、僕が今まで15年16年以上子供と家庭として携わってきて思ったのは、うん、そこ、なるほど、ね、うん、こっちがある程度諦めて引いた時に、あ、こんな感じになるのみたいなのが、そうそう、あるからね、うん、そう、引くの大事ですよ、すごい、引いた時こそ分かることがいっぱいあるぜひ参考にしてみてください。はい、そんなところですか、ね、はい、はい、また何かあったら、あの、報告してください、教えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、では教室からのお知らせです。フレンドリスクルでは面接特訓コース受付をしております。これ本当になんかやっぱ7月にあると増えるんですね。増えますね、うん、皆さん、あの、気になっている方はお早めにご連絡ください、うん、はい、願書添削も受付をしております。また今度ね、対面式の企画も考えていますからね、お楽しみにしていてください。そう、目の前で ね、一緒に作りましょう。そうそうそう、はい、体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先、電話番号03-3390-0750番。メールアドレスはご覧の通りです。はい。こちら、西荻フレンドリスクルでは引き続き幅広いテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問も大歓迎です。よろしければチャンネル登録や高評価もお願いいたします。たまにはこういう生活ネタもいいですね。うん、はい。今日もありがとうございました。では、はい、失礼いたします。失礼します。